12年ぶりナビスコカップ王者に輝いたジュビロ磐田、初のリーグ戦王者に上り詰めた名古屋グランパス、それぞれカップ戦とリーグ戦で頂点に立った両チームが激突します。 2010J リーグディビジョン1第33節ジュビロ磐田対名古屋グランパスの一戦をお伝えします。静岡県磐田市のヤマハスタジアムです。今日の試合チケットは完売しました。この試合の解説は元日本代表名波浩さん、両チームの情報荒木真理子さん、実況大石武史でお伝えします。試合前の気象データです。天候は晴れ、気温は20度5分、湿度 31% です。そのジュビロのスタメンフォーメーションです。ゴールキーパー川口義勝、そして右のサイドバックが山本康介、今日は古賀が左足のふくらはぎ筋膜炎が癒えまして先発で入ります。イガンジンとのコンビ、左が山本修斗、中盤です。右に西、ボランチがキャプテンの那須と上田光太、左に鳴岡翔、2試合連続の先発です。ツートップ現在15得点、そして J リーグ通算99得点、今日100点の大台を目指します。前田良一、ジウシーニョも前節点を取りました。今日もこのツートップの爆発が見られるかどうか。柳下正明監督率います。サブのメンバーです。ゴールキーパー八田、ディフェンダー大井健太郎、岡田龍、金沢城、そして菅沼、松浦拓也、さらに昨夜帰国しましたアジア大会 の、 日本優勝のメンバー一人、対戦の準々決勝のアシストは見事でした、山崎良平が入っています。その名古屋、今日はサポーターが優勝後初の白星を見ようとこのヤマハスタジアムに詰めかけています。スタメンフォーメーションです。ゴールキーパー奈良崎聖吾、ディフェンダー右に出場停止が明けました2試合ぶりの先発田中ハイマ、そして今日はトゥーリオが右の太もも肉離れが再発しまして千代丹田が先発で入りました。マスカワと千代丹田のコンビ、左が10試合ぶりの先発サントスアレサンドロ、中盤です。ボランチの位置には吉村、そして右に中村、左にマギヌ、スリートップ右から小川、そして中央には194センチケネディです。現在 16得点で得点ランキングトップ1位タイです。玉田も自身、シーズンでは初の12ゴールをマークしています。ストイコビッチ監督率いる名古屋、そしてサブのメンバーです。ゴールキーパー高木、竹内、さらに阿部、松尾、福島、牧、杉本、トゥーリオが右の太もも肉離れ再発しました。ダニルソンと金崎も故障で欠場しています。これが両チームのメンバーです。さあ、まもなく選手が入場してきます。両チームの選手が入場してきました。18年目、リーグ初優勝を遂げました名古屋グランパス、ピクシー監督が率いて3年目、見事に今シーズンは花を開かせました、咲かせました。そしてジュビロですが、ナビスコカップのタイトルを取って、共に日本一のタイトルを取っての両チームの対戦、さらには得点王争いのこのフォワードがいる両者の対戦、第33節、非常に興味深い今日の一戦です。さあ、両チームの監督、柳下監督率いますジュビロ磐田、2年目、7年ぶりにチームタイトルを取りました。さらに残り試合でさらに質の高いサッカー、来季へとつなげたいという話です。さあ、一方の名古屋グランパス、ストイコビッチ監督45歳です。2008年から率いまして3年目、すでに契約を1年延長して来季の指揮を取ることも発表されています。まあ、名古屋とすると悲願の初優勝を遂げましたリーグ戦、そして両チームの今選手がコイントスの結果エンドが変わります。こちらは画面が捉えているのはピクシーの愛称を持ちます、ストイコビッチ監督ですけれども、審判団を紹介しましょう。主審は村上信次さん、副審は山崎康彦さんと越智真嗣さん、真島修一さんで今日の試合を行われます。ケネディ194センチ、今前半がスタートしました。中央でボールを一旦下げました。さあ、七海さん、はい、名古屋はこの前半の15分、はい、実にここまで10得点挙げていて、そして先制点を奪った試合はかなりの高い割合で勝ってるわけですよね。そうですね。アントラン戦はスーパーセーブを見せました。まあ、最高峰から本当に頼もしい存在ですよね。そうですね。その川口から前線へのボール、前田に入りました。さあ、前田前を向いた、スペース上がっていく、自らシュートを打った、ファーストシュートは前田。
川が一旦後ろに下げました。最高峰は楢崎誠剛です。まあ、共にゴールキーパーも元日本代表、ワールドカップでもしのぎを削ったこの2人ですけれども、あっとちょっとクリアミス、前線シュートをやった、これはケネディのシュートでした。ワンバウンド取りました。ケネディボールをキープして右に叩いた。ここは田中ハイマ、田中ハイマが突破していこうというところですが、ラインを割りました。スローインはジュビロボールに変わります。ちょっと立ち上がりですが、左サイドジュビロ、ちょっとこれ先ほどもミスキックありましたけれども、そうですね、そのミスにこううまく乗っかってグランパスの右サイドからね、はい、ガーッとスピードアップしてますからね、これはホイッスルがありました。フリーキックを掴んだのは名古屋グランパス、それから中央端ですね、高さはありますからね、はい、名古屋は松川が191センチ、ケネディ194センチ、ファーサイド入ってきた、どうだ、狙っていったがこれは右に外れました。マギヌンです。マギヌンが飛び込んできました。佐波さん、今のシーンですが、いや、いいボールでしたね。なんかいいボールすぎてという感じですか。そうですね、ただちょっとゾーンでジュビロが甘かったんで、人へのマークがね、書かれた数字の下には共に両チームのスコア数が表示されています。ジュビロが1本、名古屋は2本です。得点ランキング上位を争う2人、前田とケネディ共に今日1本ずつシュートを打っています。さあ右サイドいい感じでボールが出ました。田中ハイマ一旦下げました。中村です。中村直しクロスを入れてきました。ファーサイドヘディングで飛び込んでいったのはケネディ。今のは迫力ありましたね。中村のこのクロスもね、素晴らしく精度もそれからボールスピードもありましたからね。はい、楢崎です。縦に入れるケネディの頭、ここは古賀、古賀のファールを取りました。壁が 2、4、5枚、そしてここはマギヌンもいますが、さすがにアレックスですね、サントスですね。おお、またいだ、狙っていった、決めた、ゴール先制ゴールは小川、名古屋が挙げました。1対0、名古屋グランパス先制点を奪いました。手元の時計は10分。いや、今のシーンですが、七海さん、いや、ちょっと距離あったんですけど、やっぱりアレックスを蹴ると思って川口少しステップ踏んでしまったんですよね。それで逆に飛んできて、はい、まあ、セービングできなかったんでね、ちょっと悔しいんじゃないでしょうかね。キーパー楢崎です。はい、どうぞ。もう勝利を決めたかのように控えの選手もみんな出てきて、選手一同サポーターに向かってゆりかごダンスを披露していました。そうですか。今日の両チームの情報は荒木真理子さんです。さあ、1点先行の名古屋、左サイドサントスです。10試合ぶりの先発に入りました。ゴール前、ケネディ、これはオフサイド、オフサイドフラッグ上がっていました。オフサイドフラッグ、まあ、しかしケネディが、ね、飛び出してきましたね。マックコーフォアに逃げて、またこのアレックスのアリークロスのこの精度の高さですね。はい、いや、バーを叩きました。やっぱり、さあ、山本康介、グランダーで送る、ここは通りませんでした。右のサイドバックの山本康介、さあ、そのスペースにボールが出ました。ここは那須がカバーに入っています。マギヌン左サイド、ボールをキープしていますが、あっと倒されました。再びここでフリーキックです。山本康介、そういったものにちょっと翻弄されてる感じですよね、ジブロはね。はい、先制ゴールの小川がボールをセットしています。中央に入ってきたヘディング、いや、これは右足を伸ばしていきました、マスカーでしたが、さらにシュートを打った、キーパー取らない、入った、ゴール2点目、名古屋2対0。今度は玉田、2対0、ストイコビッチ監督ガッツポーズ。いいんです。さあ、七海さん、いや、ちょっとこぼれ球がね、最終的にはイガンジンですかね。上田コーターボールをセットしました。楢崎誠吾、ゴール前に入ってきた、空中戦、最後は古賀の足に当たってゴールラインを割りました。ゴールキックです。ジュビロは、まあ、先ほども、ね、話ありましたが、前田選手がイエローカード3枚、はい、それからイガンジン選手も3枚なんですね。そうですね、はい、さあ、中央、鳴岡倒されました。フリーキック正面、ここは積極的に、イエローカードが出されました。
ここはもう直接狙えると思いますね。そうですね、狙い目どうですか。アングル的には重心用だと思うんですけど、奈良美さんだとしたらどんな感じでイメージするんでしょう。長崎の右ですよね、はい、そうですね、狙った、うん、これはバーに当たりましたがゴールキックに変わります。クロスバーでしたね、はい、今のシーン、いいボールでしたね。ちょうど角のところ当たりました、ポスト寄り。お話を伺ったところ、名古屋は高い選手が多いので、その対策としては1回の空中戦の後2回目3回目のボールを大切にしていこうという、そういう、ね、意気込み語っていました。そうですか。あっと選手が今2人倒れました。セカンドユニフォーム、白いユニフォームの名古屋マギヌンと、向こう側1人倒れてのケネディですかね。そうですね、イタリア代表メンバーのケネディですが、ですね、このプレー、あ、ここがです、イガニですね、はい、激しい接触プレーがありました。ゴール正面から右側、サントスがボールをセットしています。さあゴール前に柔らかいボール、飛び込んだのマスカワ、マスカワが飛び込んでいきました。いや、今のシーンです、いいボールですね、はい、前田が競る、このセカンドボールを拾いたいところですが、ジュビロ、ジューシーノが行く、田中葉山がここは守備、ボールはタッチを割りました。あ、千代丹田が出血です。千代丹田出血、あ、これはちょっと一時ピッチの外に出なければいけません。その今のシーンですが、前田と競った時にテーピングをした千代丹田が戻りました。前田とのヘディングを競った時に出血をしました。中村でしたが、中盤マギルンが、マギルンを経由して吉村、さらにはここは西がボールを奪った。吉村が守備に入ります。2点リードの長グランパス、中央にはケネディ、サントスが倒れました。これはフリーキックを掴んでいます。左サイドバックは今日10試合ぶりの先発のサントスです。さあ小川とサントス、中央にはケネディ194センチ、そのケネディ中央を動き出した、ファーサイドに飛んでいる、ヘディングシュート、これはサイドネット、マスカーでした。得点を争います両選手ですが、ここで前半が終了しました。前半が終了して2対0、前半は名古屋の2得点小川、そして2点目が玉田、この2人のゴールが決まりまして、セットプレーから、そして玉田も決めて2対0と、名古屋が立ち上がりいい形で点を取りました。2対0としまして、これからハーフタイムに入ります。